すする TV。 ずるずるとすするです。皆さんお久しぶりです。私すするですね、2週間ほど前に新型コロナウイルスに感染してしまいまして、しばらくの間自宅で療養していたんですけれども、2週間ほどねしっかり休んだので、体調もしっかり回復しまして、保健所にも連絡したところ、もう外とかには出てもいいということで、とりあえずねしっかり元気にはなりましたよっていう、ご報告でございます。皆さんからね、もう YouTube でのコメントとか Twitter のリプライでもたくさんの応援のコメントいただきまして、本当に励みになりました。もう本当にありがとうございました皆さん。また普段お世話になっているラーメン屋さんからもたくさんのメッセージをいただきまして、もう本当に励みになりました。もうマジで、ラーメンめっちゃ食べたいですね今本当に。はい。この2週間はですね、もう本当に自宅療養だったんで、もう本当に家からほぼほぼ出ず、で最初の1週間ぐらいはもう本当に結構症状が重くてきつかったですね。で、そっからは、だいぶ体調も回復してきて、結構本当にずっと家にいるだけだったんで、もう結構マジで暇でしたね、本当に。めちゃくちゃ YouTube 見てたし、もうめちゃくちゃ YouTube 見てましたね、とにかく。はい。その新型コロナウイルスの、ね、症状として、ちょっと嗅覚とか味覚が、なくなってしまうっていうのがありまして、そういうのもあって、ちょっとあんまりこうご飯をね、最初の方食べれなかったんで、ちょっと痩せたかなっていうところ、ないですかね。今はね、もうだいぶその症状も軽くなったんで、ご飯は食べれてるんですけど、まだちょっと味覚とか嗅覚が完全には戻ってないかなっていう感じで、ほんと元気にね、ご飯食べれてた頃がすごいこう、幸せだなと思いますね。症状がね、こう完全に収まるまでは、今まで通り総集編であったりとか、あとちょっと家でね、ラーメンをすすったりする企画とかも挟みつつ、徐々にね、こう、ゆっくりと活動再開していこうと思ってますので、皆様今まで通り応援のほどよろしくお願いいたします。毎日ラーメン生活の再開はもうちょっと先になるとは思うんですけど、とりあえず、すする元気になりましたよというご報告でした。改めて皆さん、本当応援のリプライとかコメントとかたくさんいただき本当にありがとうございました。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごそれ。